応援レクチャーのコーナーです。進行はアイリスの真冬さん、お願いします。はい、ここからは私アイリスの真冬が進行させていただきます。心が体を動かした後は声をいっぱい出して熱く盛り上がっていきましょう。まずは最初はゴーサンダースコーのコールです。こちらは最初に手を叩いていただきます。タンタタンタタンの後にゴーサンダースゴーです。こちらポイントは最後のゴーに気持ちを込めて力強く言っていただくことがポイントです。それでは音楽でやってみましょう。ミュージックスタート。ゴーサンダースゴー、せーの、ゴーサンダースゴー、少しずつ声出していきましょう。続いてはこちらは Go! 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 サンダースのコールです。こちらは手を叩きながらこちらの Go! 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 サンダースと言っていただくシンプルなコールです。こちらはリズミカルなものなのでノリノリでご参加ください。ではミュージックスタート。 Go! 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 サンダース Go! 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 サンダース。いい感じです。この調子でやっていきましょう。続いては川崎ファミリーの皆様にはおなじみの川崎コールをしていただきます。こちらは川崎の後に3回手を叩いていただくコールです。では音楽でやっていきましょう。ミュージックスタート。川崎、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 川崎。いい感じです。こちらはさすがですね。そして最後にご紹介させていただくのは試合中にかかるタイムアウトの動きです。こちらは最初は手を叩いて始まります。途中から川崎 GO という歌詞が入りますので最後の GO で両手を上げてください。その際にお手持ちのタオルやハリセン、メガホンなどお気に入りのグッズを掲げていただいてごめんねロール掲げていただいても構いません。こちらは自由に弾ける感じでやっていきましょう。ミュージックスタート。これで、皆さん川崎ブレイブサンダースを応援する準備はできましたか？準備はできましたか？ありがとうございます。本日の試合開始時刻は18時5分です。試合中も私たちと一緒に大きな声で応援コールをお願いいたします。以上応援レクチャーのコーナーでした。アイリスの皆さんありがとうございました。さあ皆さん、ステージショーは楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。最後にですね、みんなで気持ちを一つにして終わりたいと思います。クラブのアイデンティティである B ブレイブのコールをしたいんですけど、私が B というので皆さんブレイブと拳を上に突き上げてお願いします。いきますよ。ありがとうございました。
サンダース、ゴーサンダース、ゴー。